さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月29日、21時40分、本日ですね、ダイヤのエース、アクト2を、借りに行きまして、完結するところまで、本日読んでいました。で、まあ、作者の方が、寺島さんでしょうか。まあ、ちょっと読み方がよくわからないんですけども、まあ、今後、アクト3というものは、もしあるんでしょうかと。まあ、いうようなところで、まあ、週刊誌の方とかどうなってるかとかわからないんで、レンタルショップに、基本的に私は、まあ、漫画の本を、レンタルしに行ってると。まあ、そういうふうな、まあ、ライフスタイルです。で、まあ、昨年の、例えば阪神タイガースの日本一だとか、そういったところのスポーツの試合の勝ち負けだとか、ああいうふうなところを、もしよかったらご覧になっていただいて、ああいったものも込みで、プロ編描かれてみてはどうですかというようなことを、ちょっとまあ申し出てみようかなと思って、まあ、メッセージを発信させていただきました。その、まあ、ダイヤのエースという漫画に出会ったのは、もうだいぶもう何年も前ですけども、5年以上前だったと思います。で、この漫画面白いなと思って。で、そこから、まあ、グレイの皆さんとかに、まあ、曲作ってもらえたらとか、まあ、そういうふうなことを、ご提案させていただいたんだと思います。もうその辺のとこ覚えてないんですよ。いろんなことを、たくさん、いろんな要望を言いすぎまして。で、まあ、うん、始まりの歌だとか、まあ、僕のホームページ、淡井圭介の履歴から、淡井圭介の、その、日本のベスト、男性バンド、ベスト100、曲っていうところの欄があるんですけども、そこにグレイの皆さんの曲も、何曲か、アクセスできるようにしてるんですけども、まあ、そこで、始まりの歌ともう一つ、ちょっと名前出てこなくて申し訳ないんですけど、グレイの皆さん3曲ぐらい作ってたと思うんですけども、そのうち、まあ、2曲がまあ入ってると。で、まあ、今回、春の選抜がまあ始まりの歌で、夏の選抜はもう一つのあの曲の方、2017年に発売されたものだと思うんですけども、まあそちらの方で、まあテーマ曲として、行ってみていただいたらどうかということを、まあ現在、高野連だとか、まあ基本的に、テレビ朝日さんとかが、朝日新聞ですかね、テレビ朝日さんというか、朝日新聞というか、まあ、そこは、基本的に高校野球の中継を行ってましたので、まあ、そこでというような形ですかね。ちょっと僕もその辺よくわからないんで、あとはまあ、参加される選手の皆さんとかに、まあ、意見、まあ、聞いていただいたりだとか、この曲どうみたいな形で。で、まあ、意見聞いてみて、それで、行ってみていただいたらいいんじゃないかなと、その、まあ、どうしても、まあ、能登半島の地震の件がありましたので、まあ、その辺のことを考慮すると、春からが、まあ、始まりの歌でいいんじゃないかと。まあ、その辺の曲、まあ、作者の方も、曲はご存知だと思うんですけども、まあ、歌詞の内容とかもちょうど合ってくるんじゃないかなと。まあ、そういうふうなことを、提案させていただいています。まあ、僕のことはある程度、のことは耳に入ってるかと思うんですけども、まあ、その、まあ、スポーツの勝ち負けだけじゃない部分とかも、まあ、描かれてみますか？どうですか？例えば、まあ、地震が発生した町云々のケースとかも、まあ、そういうふうな部分とかも、どうですかね。まあ、そのプロ編の方で描いていくんであれば、まあ、そういうような人たちとどう向き合っているだとか、例えば、具体的な例で言うと、佐々木朗希投手、ロッテの現在の、彼は父親が、東日本大震災で、お亡くなりになられてるんですね。で、実際に、その、被災した人間であって、
そういった部分とかもその漫画の中で、まあ、取り入れてみたらどうかなとは僕は思ったりもするんです。まあ、新海誠監督とかの方には、まあ、君の名はだとか、天気の子だとか、まあ、すずめの涙など、まあ、私からの提案で作っていただいている映画があるんですけども、まあ、今回のその能登半島の地震、震源地が珠洲市、それでスズメの涙という名称になったんだと思います。まあ、未来の時間軸からある程度の人に、その動画とかを通して心の声の方で、能登半島の、震源地珠洲市で、1月、2024年1月1日16時過ぎに、震度6強もしくは7の、地震が発生していると。能登半島年末までに能登半島全域の人を、避難させてほしいと、まあ、そういうふうなことを、まあ、心の声と等で伝えてるんですけども、まあ、なかなかこれが、まあ、難しい、状況的に、まあ、その未来の時間軸から聞こえてくる話とかを、まあ、世界的にもその国連というレベルで公にしてないんで、まあ、その辺のところが一つ の、まあ、難しいいいポイントなのかな、日本の政府が発表できないポイントの一つなのかもしれない。まあそこでもちょっと僕もいろいろ不満があって、まあちょっとこの間とんでもない YouTube アップロードしたんですけども、それは削除しておいたんですけども、まあその辺のところは、まあ知ってる人は知ってるで、どんな内容かっていうところは、まあまあ僕でも、もともと親しかった人たち相手に対してでもああいうふうに、まあ、なってしまうっていう、まあ、そこにやっぱり人命とかがかかってしまうとやっぱりそうなってしまう部分があるんで、まあだから、まあ岸田さんとか総理とか特別人柄が悪いわけじゃないし、それは天皇家の人たちのせいでもないんですけども、まあいろんなことがこう、不満になって、まあちょっと怒って言ってしまった、まあ、動画をアップロードしてと、まあ、ちょっとその怒って言ったことに対してこれで何か変わらないかなっていう部分とかもあって、そういうふうな内容を発したんですけども、まあ世の中なかなか難しいです。まあそんな中でエネルギーの残存量問題等も含めて、まあみんなで乗り越えていけたらなと思います。まあそんな時にね、こう今日なんかもう前の日からね、こう雨が、まあ、まとまった雨が降る天気予報だったんで、まあ、別に僕もそれでいいなと思っていて、まあ、ある程度天気はある程度対応してる部分がありますから、晴れとか雨とかで台風消滅だとかで、まあ、昨年は戦後で見てみると台風の発生数、まあ、台風第何号っていうのはあれは世界的に発生した数なんですね。で昨年は17までで、済んでるんです。すごく少ない年でベスト3に入りますね、3位ぐらいですね。でまあもともと僕はフルーツラパークで働いていた1997年8年の頃に、まあまあ、その後世界の上層部になられる方だとか、その後総理になる人だとか、まあ、その当時の皇室の方たちとお会いして話して、まあ、世界中の政府の上層部にもちょっとだけも僕の名前は20歳前後の頃に、ある程度届いて、でまあその辺の年ですね、台風が一番少なかったかどうか、2位か1位かですね、16でだと思います。まあそういうふうな形で、まあ新海誠監督に、まあ、ちょっとだけね、台風の消滅の話は出てないんですけど、天気の子っていうものを描いてもらったんですけども、まあその多くの人たちが、まあ、そういうふうな部分をしっかりと知っておくことが大事だというのが、まあ僕の結論であって、まあコンピューターとかもそういうことを理解していると、まあそういうふうな中で AI さんとうまくお付き合いをしながら、生きていかなければならない、まあ対応しなければならないと、まあこういうふうな時代の中で、
まあこう一息つく日ということで、そのまあダイヤのエースを今日まあ借りに行ってきたところですね。まあやっぱり面白かったなと。その近年の漫画とかでこう見ていて、こうすんなり見れるものが、なんていうんですかね、まあワンピースとかもものすごく深く関わってるんですけども、まあ他にも関わってるところはいっぱいあるんですけども、まあその野球漫画ということですごくはっきり分かりやすいで、うん、こう挑戦だとか、まあ悔しさだとか、非常に分かりやすくて、まあ面白い漫画であると、まあいい漫画だなというのはまあもともと僕の中にあって、まあそれは以前高島彩というアナウンサーがいますけども、まあ高島彩ルート宛てに、まあ、SD カード2011年以降いろいろまあ自分なりの考えてたことをまあお伝えして、まあ政治経済等も含めて、漫画アニメゲームいろんな業界音楽含めて関わってきて、まあその中でダイヤのエースというのもおさせていただきました。まあ直接こう寺島さん、ごめんなさい本当に申し訳ないですけど、で寺島さんなのか寺島さんなのかちょっとよくわからないんで、そのまあ今回初めてのメッセージということで、まあ何かこう自分の生きていく上での何か原動力にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ僕もね人間なんで、ちょっとまあ僕の結婚話とかいろんなことを含めてね、きつい話めちゃくちゃ多いんで、本当にまあいろいろ知っていただいたら、もうなんでっていうような、彼が一体何をしたのというようなところまで話行き着くかと思うんですけども、僕もよくわからないですよ、もうこれが本当に。まあそんな中でそのダイヤのエースがこのまま亡くなってしまうのはもったいないなっていうのがあって、まあそのスケジュールがちょっとわからないんで、次の漫画も書き始められてるんだったとしたら、まあそれは無理でしょうし、そのダイヤのエースアクト3ということで、プロ編を描かれるのか、もしくはちょっとまあ番外編みたいな形で、まあ U18 とかの、まあ、国際線とか描かれます、どうされます。僕としてはエネルギーの残存量問題の話で、プロでもない人間が、国際線、特に学生で国際線なんか論外っていうのは僕の考え方で、それをもし世界中でやめたら、それだけガソリンなどの消費は抑えれる、世界中のありとあらゆるスポーツですよ、それだけで万を超えますから、移動される人の数が。だからまあ別にスポーツ業界を狙い撃ちにしてるわけじゃなくて、まあ自動車産業ももう世界中に車って15億台も出回ってしまった後なんですよ。で中古車屋さんがどうなってるかって言ったら、まるまる倒産して、でそのまま車置きっぱなしなんですね。で誰も処理してない、これが世の中の実態であって、いろんなところの撮影とかに行ってるからよくわかるんですよ、現場を見てきましたから。でまあそれをいろいろと話を上げたりとかして、例えば今だったら円安っていう部分もあるんですけども、これはどちらかというと金属の残存量問題で、エネルギーの残存量問題的にいちいちね、地下、例えば極端な話、1000メートルもそこから、鉄鉱石とかを採掘して、引っ張り上げてね、それだけでもガソリンだいぶ減るなとか、電気がだいぶ使用されるなっていうのがわかるじゃないですか。でそこから金属を溶かして加工とか していたら、すごくエネルギーがたくさん消費されると、まあ、石油ガス、石炭、ウラン鉱とか、まあそういうことですね。でそういうことを考えたら、まず車の生産量自体を世界中で100分の1までも抑えるしかない。これがもう作ってしまった後なんですよ。去年なんかもう8500万台も世界中で作ってしまってるんですね。まあバスとかトラックとかも含めてなんですけど、それが例えば2年前だったら、7000、数百万台で、2年間で800万台も増えてしまってるんですよ。で人口が増加してるように見えますけども、あれ多分ほとんど二重国籍とかの人たちが増えてしまってるんですよ。日本は島国ですから、なかなか
陸地で隣接している部分がないから分かりにくいかと思うんですけども、例えばヨーロッパだとか、アフリカとか、まあアメリカから南米にかけて陸続きのところで特に隣接している国との往来、まあそれは商業原理的に仕事でこう二重国籍の方が往来しやすいだとか、まあそういうふうな形で生活しやすいみたいな形で二重国籍三重国籍を取得されている方は取得されていると思うんです。特にその三重国籍とかの話とかになってくると、まあ大企業の社長さんだとか、そういうふうなライフスタイルをされている方も多分たくさんいると思います。あとは第二次世界大戦とかその後の時代のその数年後のその海外からの死亡届、移民政策とかそういったことはいろんな国であったわけであって、まあ移民政策でなかったとしても難民で他国行った人たちの例とかあって、でそこの国から死亡届を元々の国の人たちに送ってあげなかったら、そこの国で、まあ死亡の確認がされない限り戸籍は抹消されない。だから人口は、増えてるような錯覚が起きる。だけどもエネルギーの消費量は年々増加してる。これが現実であって、何が起きてるかって言ったらマイカーブームなんか最初から無理だったと。みんな電車バス等でほとんど移動できるんだから、もう世界中どこもそうです今は。だからその車なんかもうみんなが多くの人が、率先して乗らない社会を作り上げなきゃならない。電車バスとかまでだから、それだったら100分の1まで、生産量を低下できる。で、国のデフォルトとかもあんまり考えなくていいんですよ。エネルギーとかがそこを尽きた時が本当に人類が崩壊する時であって、先進文明だけじゃなくて50億人以上が死ぬと思います。スーパーマーケットとかにも食料とか並ばなくなりますから。だからまあそういったことを含めてですね、まあいろんなことを私は政府に提案したりだとかしていて、まあ、昨年の COP28 で2019年のエネルギーの消費量に対して2030年には 65% の削減を発表してるんですね、正式に。化石燃料ということは石油、石炭、ガスも天然ガスの7割以上は石油の揮発したものなんです。だからもう、ここも、ガスも基本的に、化石燃料だと考えてください。で、ウラン鉱も化石燃料です。まあ、元の資源が、まあまあ、地面の中に埋まってるものみたいな考え方でもういいかと思います。で、まあ、そういった部分も含めて、まあ、みんなで対応していかなければならない。まあ、寺島さんだったら、まあ、スポーツのことが、野球のことが、お詳しいようですんで。まあ、そのままダイヤのエースアクト3を描かれてみてはどうかなと思って、今回ご提案させていただきました。長々と、ご清聴ありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録と着信通知の設定、していただけたらなと思います。で、着信通知の設定も、もしわからなかったら身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたりだとか、まあ、そういった形で設定していただけたらなと思います。まあ、いろんなことを、YouTube にアップロードして、着信通知があればそこにアクセスしやすいんで、まあいろんなことを見ていたらどうなってるんだこれはということにいっぱい、まあ、政治経済から何から何までなんですけどね。まあ、デフォルトなんてものはもう労働の対価は報酬だから、まあ、仕事の数は少なくしていかなきゃならないんです。そうしなかったら結局車買う人は買ってしまうでしょ。だから、まあ、もともと家か車かどちらかだったはずなんですよね。家を買うのか車を買うのか、二者択一、両方買ってしまうと家のローンが払いきれなくなったりだとか、まあ大体どこの会社もずっとそこの会社で、正社員雇用をしていただいて最後まで入れるかって言ったら、例えば50歳ぐらいまでそこの会社いらっしゃった方だったらもうよくわかってると思います。いろんな人たちが、消えていったと。でパートタイマーの人たちとか、非正規の人たちを、ま、起用して会社はどうにかしてるっていう、まあこれもどこでも同じなんですけども、機関雇用の人たちとか、だからまあそれは世の中の現実であって、だから家のローンが払いきれなくて、家を手放すっていう例はそんなに珍しいことではないと。まあこういうふうな社会の現実と向き合いながら、エネルギーの残存量問題とか、
なぜ地震が発生するのか。地中の中でだいたい年間200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってるんですね。それで地震発生してます。能登半島に関してはその未来からの情報とかは僕はあの何も、特別聞いてないんですけども、まあ、国会で話してた内容は、未来からの時間軸が私が伝えてた内容、あの時聞いてたんだなって、その国会でもその震度7っていうことになってるとか、まあ、そういうふうな話、2024年の1月1日国会で話してる映像はちらっと見たことあるんですよ。ごめんなさいね、ちょっといろんな話しすぎまして、今考えていたのは、今話どこから広めてどこで終わりにしようって思ったんですけども、あんまり広がりすぎると自分の仕事が大つかなくなってしまってもあれですので、もうこれぐらいにしておきます。まあ、とにもかくにも今日、今日はまあエースあダイヤのエース、アクト2を最後まで見れて、まあ5万円つなぎだったと、まあいうことで、まあみんな今インターネット関係とか有料番組とかもいろいろ増えすぎてややこしくなって、本当も大変です本当に。いろんな企業まとめてみたいなところなんですけども、まあ、自分がこう言ってきてああなってたんだなとか、まあ、そういったところはね、ありました。例えば光 TV は NTT ドコモで、 NTT ドコモは別に有料の、まあ、スマートフォンとか iPad 用で、あるみたいなんですけども、レミノですかね、何か、まあ、ちょっとしっかりと名称を覚えてないんですけども、何かそういう月額500円でって、その違いは、スマートフォンとかがテレビとかと比べたら、やっぱり画面が小さいじゃないですか。で、資源の、消費量を考えたら、大きなテレビ壊れられるよりも、スマートフォンとかを最後まで使い切ってもらった方が、まあ、テレビとかも最後まで使い切ってもらって、まあ、たまに、まあ、修理もね、僕も、ちょっとだけシャープエンジニアリングとかでも働いてたことあるんですよ。だからテレビとかだったら内基板とかを交換したりだとか、まあそういうふうなことになってくるんですけども、まあ最後の最後まで、使い切っていただきたいなとは思うんですけども、大体ね、新しい型を次々生産するから、その内基板がもうなくなったりするんですよ。だから LED に変えたのは、液晶パネルでこう、ね、画面が長持ちするからだったじゃん。ないですか。まあ発光ダイオードの LED に関してもそうなんですけども、長持ちするからじゃないですか。基板の方が先やられて、LED が結局まだまだ使えるのに、結局まあ小さなランプをいっぱい点灯させるのがまあテレビの形式じゃないですか。それだったら内基板生産しなくなるんだったら意味あんまりないじゃないっていう話になるんですよ、本当に。その辺のところが、電機メーカーの人たちの上の方の人たちと中間と末端の人たちまで全員がそれ理解しなきゃならないんですよね、本当は。だからそれで、まあ、政府にも何回も昔から言ってるんですけども、もうテレビ部門はテレビ部門で分けて、オールジャパンっていう、まあ、家電メーカーのオールジャパンっていうメーカー作ったらいいと。もう洗濯機はこれ、もうテレビはこれ、まあ、ストーブはこれとか、まあ、こういうふうにね、もう同じものを作ってたらいいんです。それが一番効率いいから、本当に。で、まあ、まあ、いろんな不具合とかも、リモコン変えただけで発生してるのであって、まあね、もう、今使ってるシャープのテレビも、まあ、2007年か8年くらいに購入したものなんですけども、リモコンの方がさっきやられて、まあ、リモコン同じ型のものを買いに行ったらもう生産してないんですよ。で、シャープの、まあ、汎用型のリモコンを使用してるんですけども、ちゃんと動くんですけども、この番組を、例えば月から金までとか、例えば報道番組とかでね、それ設定しようとしても、受け付けてくれないんですよ。もう、毎日いちいち録画しなきゃならない、押して。だからもうね、なぜシャープのリモコン使ってるのに、カーソル動かしてそこボタンを押したらあと OK のはずなの。なぜこんな不具合が起きるんだろうっていうような、わけのわかんない現象とか、まあ、いうふうなものもね、まあ、ちゃんとしなきゃなんないんでしょうけど、まあ、そういう意味でもね、いろんなものをたくさん作りすぎなんですよ、本当にもう。まあ、ごめんなさい、ちょっとだけスポーツの話です。まあ、例えばボクシングとかでも、今、Amazon の、プライムビデオで、まあ、この間のボクシング世界戦日本人選手3人の試合、
行われて、まあ、そこも僕は勝ち負け担当していて、まあ、3つともしっかりと勝ってるんですけども、有料、ネットフリックス、イーネクスト、どちらかがアメリカなんですよ。だから、アメリカなんだったら、アマゾンと両方合併してくれたらいいのにっていう、多分、商業原理で皆さんわけわかんなくなってると思うんですよ。一つのプラットフォームに全てみんな集まってもらって、そこに放送して、あとは作品のクオリティじゃないですか。見ていただける、見ていただけないのことに関しては。だから本当はそういう形にしたらいいんですけども、やっぱり商業原理云々とかで自社で行った方がとか、いろんな発想があって もう大体パスワードとかが大変なことに。もう僕は Amazon のね、まあ、この間 iPad が調子悪くなって、 Google の Android のタブレット端末使ったんですけど、買ってみたんですけども、まあ、いろいろ勘案して大丈夫かなと思って買ったんですけども、 iPad の第5世代のものと比べたら、もう全然性能悪くて どうして安いわけやと思って で、もう画面自体がものすごく荒いのと、読み込みスピードですね。だからその辺のところは、パソコン表記だったら分かりやすいんですけどね。例えば、7コアで、16GB で SSD とか、そういうような表記とかだったら分かりやすいんですけど、ラムで表記されるでしょう。だからよく分かんないんですよ、僕も。で、拡張型のラムをつけたらさらにみたいなことを記載されてるんですけども、Amazon で購入したら、どこにその内容を聞いたらいいか分かんないっていう状況が今発生していて、拡張ラムどうやってつけたらいいんだろうって、読み込み速度が遅いっていうことで。まあね、もうそんなこんなでも、こんなにたくさんいろんなことみんなで始めてしまって、もうみんな何もかもがして、もうね、ややこしくなるっていう、もっとシンプルイズザベスト。これ心の声とかね、首脳会談とか行ってる時に、シンプルイズザベストってこう心の声で すぐにお互いで握手して、笑顔で もう上の方行ったらもう書類だらけになりますから もうあんなもん、誰が総理になったって、本当もう目回るだけですよ、本当に。どんなにすごい人が総理になっても、絶対そうです、そんな何から何まで まあ、以上です。もうこれぐらいにしておきます。まあ、今回のメッセージが寺島さんに対して、まあ、初めてということですね。まあ、お初にお目にかかりました。長い間ご清聴ありがとうございました。以上です。チャンネル登録と、あと皆さんにこう、淡井さんの動画見といた方がいいよみたいな形で言ってもらえると、助かります。そのうちライブとかで、放送できるようになった。今一応、チャンネル登録者数が、まあ、500人を超えて、まあ、過去365日の動画の再生時間が、今、900何十時間ほどで、まあ、3000時間を突破するか、4000時間を突破して、登録者数は1000人なんですかね。まあ、パートナーズシップとかは、登録者数が500人で、まあ、動画の再生時間が過去365日を遡って3000時間を超えたら、パートナーズシップがまず結べて、もしかしたらライブの放送ができるんですかね。ちょっと僕もその辺よくわからないですよ。自分がそこまで達成したことがないですから。まあ、もともと大きな会社の社長さんだとか、テレビ出てる人とかじゃなかったら、まあ、まずその数字っていうものはたどり着けないんだと思いますけども、まあ、地道にコツコツ活動してきて、まあ、なんとか今、ここまではたどり着いてますね。まあ、登録者数が1000人超えるぐらいまでになったら、だいぶ安定はしてくるんですかね。他の方とかを見ていると、有名人の方とか、登録者数が、何万何十万、多い人だったら何百万人といらっしゃったりだとか、まあ、だから、あれぐらいのところになったら、だいぶ変わってくるのかなとかも思うんですけども。まあ、以上ですね。長くなって、申し訳ありません。そのライブ放送ができるようになったら、いろいろ、皆さんで質疑応答とか、
その社会情勢とかいろんなことを含めて、まあ、戦争のフェイクニュースが一番厄介なんですけどね。何がしたいのかもう全然わかんないですよ、本当に。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。本日はこれぐらいにしておきます。寺島さん、これからも面白い漫画を描き続けてください。よろしくお願いいたします。